ちゃ、こんにちは。さあ、湯高さん、はい、まあ、プロ野球はクライマックスシリーズやら日本シリーズやらで非常に盛り上がっていますが、はい、その隙間を縫ってドラフトです。10月26日いよいよ運命の日がやってきます、はい、というわけで今日はですね、今年は公言しないって言いながらしてるところもあるそうですね、まあ、岡田監督がしないって言ってたんですけど、カープはもういち早く公言をしましたということで、どこよりも早く湯高さんが、はい、ドラ1予想します。各球団の発表します、はい、今回ざっと見たところ、例えば社会人多いとか高校生少ないとか投手多い野手多いとかいろいろあると思うんですけれども、ドラフトっていうのはさ、まあ、ピッチャー中心になるんだよね、どうしても、うん、はい、でピッチャー何人いてもいいって言われるように、はい、やっぱり優秀なピッチャーを抱えたい、うん、まあ、そこからまあ野手っていうことを考えるかな、普通な。あ、まずはやっぱりピッチャーをドライ、でもピッチャーに余裕があるところは、はい、まあ、野手から行ったりとかしたいよね。そうですよね、うん、まあ、ということは投手で被ってくるところがあるんじゃないかという感じですよね、うん、で今年のやっぱりドライチで注目されている投手というと、まあ、青山学院大学の常広投手、はい、から東洋大学の細野投手、はい、国学院大学の竹内投手、はい、そして中央大学の西舘投手、あと大阪桐蔭の高校生ですけれども、はい、前田投手あたりが非常に注目されている、はい、そうだね、はい、今ピッチャーでもある程度即戦力っていうのが欲しいと思うんだよね、うん、だから例えばドラフト1位いっといて競合したら、はい、外れ1位で、うん、まあ、高校生取るとか、あ、まあ、そういうことにはなってきそうな気はするんだよね。まずは行っとかないとさ。そうですね、うん、他球団に行かれるっていうのはそれだけ戦力が厚くなるっていうことだから、うん、競合してでもくじにかけるというかね、うん、まあ、そういうことはやっぱり多少考えとかないと。そうですよね。で外れ1位の選手もたくさんいるんだよ、はい、割と即戦力の今年は、うん、去年は競合は浅野選手のみでした、はい、だけども、うん、今年はちょっと競合するかなっていう、それもこう探りながら、そうですよね、競合が少ないくはなるかなとは思ってるんだよね。そうか、だからそこら辺ももう牽制駆け引きですよね。そう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 。で野手は人気になりそうなのが、まあ、エネオスの渡来選手、はい、から明治大学の上田選手、はい、から広陵の真鍋選手、はい、から上武大の進藤選手、はい、上田西の横山選手、はい、あたりがちょっと人気になってくるのかな、ね、ランキングとしてはっていうところを、まあ、踏まえながらの、じゃあ湯高さん、はい、予想のいきましょうか、はい、まずはどこの球団、まあ、1位から。そうですね、阪神タイガースから、はい、1位選択選手いいですね、ドキドキしてきました阪神タイガース西田、おお、中央大学、おお、これね、常広っていう噂もあったんだけど、はい、西田がね、すごくやっぱいいんだよね、秋、うん、はい、まあ、その評価でちょっと変えるかなっていう感じがしてくるんだよ。おで森下も去年中央で取ってるし、はい、西田と来るかなっていう感じがするんだよ。お、意外にまとまってるし、ね、うん、で力もあるし、はい、だからいいかなっていうふうには思うんだよね。常広投手に行くかなと思われたところを、ここは中央大学の西舘投手、はい、ドライチで示してくるんじゃないかと、はい、続いて広島東洋カープ、はい、常広、お、青山学院大学、ここは常広投手ですか、まあ、これは公言してるからなそうですね、なぜか知らないけど言っちゃいました、言っちゃいましたよね、はい、言っちゃいました、はい、ランキングでもやっぱりこう1位になってます、まあ、トップだよね、はい、うん、でも西田でも俺は負けてないと思うし、はい、うん、だから伸びしろだよね、あとはね、うん、はい、まあ、あの神宮で飛躍した超即戦力というふうに言われてますけれども、はい、カープはそうですね、公言している通り常広投手、はい、続いて DeNA 竹内、はい、国学院大学、おこれはやっぱ左が好きだよ、また左だから今永が抜ける可能性があるということもあるし、あ、まあ左というところで成功してきてるしね、はい、だからここら辺は竹内で来るかなという、安定感抜群の、まあ、先発として、まあ、まあそうだね、うん、まあ、制球に苦しまないというね、はい、制球力が非常にいいという、まあ、ピッチャーです、はい、はい、続いて巨人、読売ジャイアンツ、うん、え、巨人軍だ、読売ジャイアンツ、OK、はい、西田、中央大学かぶったー、かぶった去年と一緒に、去年と一緒に、まあこれは、新之助は
やっぱ後輩である西舘を取るんじゃないかなと思うよ、はい、そうか。だって1位にしておかしくない選手だし、はい、中央のつながりっていうのもなんか巨人と考えたら、まあ、亀井さんもあるしね、亀井さんもいますし、うん、だから、まあ、過去には沢村だとか桑原だとか、はい、まあ、ドラフト1位の選手もいるし、ね、はい、まあ、ここら辺はなんか指名してくるかなっていうふうには思うよね。常時クイックの剛腕というところで、はい、中央大学っていうとすごく野手のイメージがあるんですけど、バッターも、はいはい、でもピッチャーで取るという感じですね。何が悪いのまあまあ成長力とすると、はい、そんなにグーンと来てるピッチャーはなかなかいないんだよね。でも西舘大丈夫でしょ。大丈夫ですかね、うん、これもし西舘投手が巨人に入った場合はもう即即戦力ですか。即即の、まあまあ力は見てだろうけども、しっかり例えばもう来シーズンは一軍で、まあ、もちろんもちろんもう即戦力として取るよね。逆に阪神に行った場合はやっぱ即戦力で、あ、それももう即戦力で、それも、まあ、いい先輩がいるしな、あそこはな。そうですよ、だから出てこれるかっていうところも、うん、いやいや見本となる人がいるから、はい、新しい力っていうのは、うん、やっぱ岡田監督っていうのは使ってみる絶対に、ね、うん、まあ新之助もそうだと思う。あ、じゃあ本当に超即戦力で西舘投手、はい、まあね、巨人と今のところ阪神が競合しちゃいましたが、うん、まあ、全部ピッチャーだけどね、あとは苦渋ですよね、はいはい、ヤクルトスワローズちょっと待ってなんかアクセントおかしい、ね、ヤクルトスワローズそうそうですそうです、はい、細野お東洋大学、はい、東洋大の細野晴希投手、はい、はい、まあ、制球力という面では、はい、やっぱちょっとどうかなと思うんだけども、いやだけど魅力だよね、超高速球の左腕です。そう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 。であそこはやっぱり左が欲しい。うん。うん。と考えるとここら辺では来るかなっていう。あのね、ヤクルトの取り方って結構まとまってる選手を取りたがいんだよね。そうですね。傾向として。はい。でも細野っていうのはちょっとタイプ的には違うけども、ハマったら勝てるピッチャーだから。はい。ここら辺は勝負してくるかなっていう。まあ小川さんっていう GM がいるから、はい、西舘に。来る可能性もあるけどねでも左が不足してるってあそこは考えると、うん、細野っていうのが来るかなっていう、あ、こう読みですね、うん、感じがする、はい、まあ、竹内っていうのもね、左っていうことを考えると、はい、来そうな気もするけども、うん、ここら辺は細野来るかなっていう、あ、というふうに豊さんは読んだんですね、はいはい、中日、はい、ドラゴンズ、はい、渡来、お、野手来ました。来た。エネオス。はい。もうあの本当ね、一番人気になりそうと言われている野手では。うん。あの梅津とかね、中地とか、はい、若手が後半に台頭してきたんだよね。はい。でピッチャーとしてね。うん、であそこはまだ柳がいたりだとか、うん、高橋宏斗がいたりだとか、はい、割とピッチャーはいるんだよ。うん、だからやっぱ打てる野手、中心になれる野手をやっぱ取ってくるかなという、はい、そういう面では社会人を経験している渡来来るかなで、左ですかね、はい、こういう選手は育てばしっかり、はい、左も右も関係なくなるから、はい、あとまあ外野というところで、そうだね、外野手多いんだけどな、はい、でも去年は内野手をバッと取ってるし、そうですよね、だからまあ大島もね2000本打って、まあ、そろそろね、はい、振るっていうのは難しいし、うん、まあ、岡林、細川、はい、まあ、いるけども一角は任せてもいいかなという、うん、例えば鵜飼選手だったりブライト健太選手なんかもいますけど、鵜飼はねもうちょっと時間がかかりそうな感じもするし、うん、ブライトは良くなってきてるけどもね、うん、ここら辺との争いにもなってくるだろうし、うん、ということは渡来選手はもう即あのスタメン起用なんかもあり得る、まあ、もちろんですよね、まあ、即戦力ですよ、そうですね、超即戦力、はい、おお、渡来選手出てきました中日、はい、さあセリーグが終わりました、はい、続いてパリーグです。オリックス、はい、滝田、はい、テレサ、東都大学、はい、滝田選手、これね左のちょっと変則気味なんだよ、はい、でねオリックスはねやっぱ面白いピッチャーを取ってくる、でね150キロ投げれるし、はい、タイミングはちょっと違うんだよ人との投げ方が、へー、だから俺は結構こう勝ってるんだけど、はい、オリックスの傾向として、はい、あ、こんなん取ったんだみたいな、うんうん、ね、それが化けるという、あ、なるほど、もうねいるよあそこはいっぱい、僕の木もそうですね、もう1年1ヶ月ぶりに投げましたみたいなことを書いてるしもううじょうじょいるんだよ、ですよね、あの滝田投手ランキングでは14位だったんですけれども、うん、やっぱオリックスというのはその、まあ、10位圏内以外からも、うん、こんな投手取ったんだいたんだっていう投手を取ってくるっていう傾向があります、ね、そう、俺は多分あながち遠くはないと思うけどね、へー、はい、
まあ、オリックスは滝田投手で、はいはい、さあ続いてロッテです。ロッテ、はい、上田大正大学、はい、やっぱね力のあるピッチャーがロッテは好きだよ、うんうんうん、だこれはね球威抜群だから、はい、右の関西屈指の本格派、もう澤田、うん、ブンマースみたいな、はい、勢いのいい、はい、そういうピッチャーだ。あの沢田投手も大阪桐蔭ですよね。そう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 、ぶん回してるから、ね、だけどこの子はやっぱぶん回さなくても早い球ビャーンいくからね。なるほど、あ、うん、ピッチャーの上田大河、上田がね、はい、2人いるんですよね。そう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 、これはピッチャーの方ね。そう、こっちはピッチャーの方の上田大河投手の不安ですね。はい、はい、さあソフトバンク横山、はい、上田西高校、あ、ここは高校生来ました。これね、ピッチャーがね、喉から手が出るほど欲しいと思うんだけど、はい、バウアーとか、うん、取れる計算のもとで今宮ももう年齢的には次を本当に考えておかなきゃいけないし、はい、まあ、セカンドということも三森がね、はい、今頑張ってるけども、まあ、これもね、分からないし、はい、でこの選手っていうのは将来的には今宮を超えるぐらいの選手になる可能性がある選手だから、はい、まあ、ここら辺は内野の、うん、中心選手を取るかなっていうふうに思うんだよね、はい、ナンバーワンショートの呼び声も高いと。いや、この所作とか、はい、いろいろ動きを見たけど高校生の中では抜けてるな、うん、あと身長も高いです。181センチなので、そう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 、大型ショートっていう感じなんですね。まあそうだ、まあ、今の子からすると181がね大型ショートになるかどうか分かんないけども、うん、まあ大きい方だよね。大きい方、うん、バッティングとはどうなんですか。バッティングもこれはもう成長したら、まあ、いいバッターになる。中距離ヒッターにはなれる。なんかショートで高校生でっていうなると本当坂本勇人選手とか、まあ そ, うだね、そういったところを、ね、すごく放出させるんですけれども、うん、まあいい素質をしてる、はいはい、さあ続いて楽天です。楽天、うん、細野、はい、東洋大学。お、あれ、これはヤクルトとか、あ、競合しますね、うんうん、まあパリーグ向きっちゃパリーグ向きなんだよね。剛速球派ってことで、うん、石井監督だったら必ず細野に行く、はい、あれ玉好きなんですね。好き、庄司もあれ玉、はい、大好き、大好き、俺を見てるような左になったらもっとね、もっと好き。でも今井監督になって、あ、そうだ、で球団に残るわけでしょ、はい、あ、でも言えますよね。いや、もちろんですよ。で細野行きましょう石井監督の残像が残ってるわけですね、ここに。そう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 、なるほど、ね、まあ、細野投手もね、ランキング2位で最注目の剛速球左腕っていうところで、ね、じゃあちょっと楽天がいきそう、はいはい、さあ続いて西武です。西武ライオンズ上田、うん、内野手、お、明治大学、同じ上田。でもこっちはやっぱね、あそこはね、はい、三塁手だな、まあ、源田がいるし、外崎いる、はい、うん、ね、まあ、ファースト誰がやるかまだわからないけども、外国人とかやってたけどね、そこら辺でやっぱり打てる内野手が来るとやっぱいいよね、はい、あの上田選手は一塁三塁両方守れるというところで、まあ、まあそうだね。でもまあ三塁が守れるうちは三塁やらした方がいいよね、はい、うん、で勝負強い打撃が武器の選手、まあ、そうだね、明治大学の、うん、だから岡原君はもう守らすわけにもいかないし、うん、まあ、佐藤がやってたけどもね、はい、うん、まあ、ここら辺はやっぱ競争させるとか、そうですね、まあ、どっちかをファーストにやってもいいし、あと、まあ、山川選手が残るか出るかがまだ分からない、ね、まあ、それも分からないけどもね、まあ、だけどやっぱあそこはピッチャーいるから、はい、ピッチャー王国になってきてるから、うん、それと高橋コーナーはもう出さないって言ってるんですね、はい、だからピッチャーはもう取る必要は今年はないと思う、うん、だからやっぱり野手、野手、そうですね、うん、まあ、渡来っていう可能性もあるけど、あ、でもやっぱ内野手が欲しいんじゃないかなと思う。外野手じゃなくて、うん、はいはい、さあ最後です。日本ハム、はい、常広、うん、青山学院大学、はい、まず苦渋が強いよ。そうだ、日本ハムだからだ、そうだ、まあ木田を連れてくるんじゃない木田強かったの、なんか俺の記憶ではなんか木田めちゃくちゃ強いみたいなイメージがあったんだよ。あ、じゃあ木田さんまず連れて来て、くじを引かす、くじだけ引いて、あれ強豪にならなかったって言ったらお前帰るみたいな。そうですよね。あれでも一応常広選手は、はい、他は言ったら広島、そうですよね、こことじゃあ強豪しそう。そうだね。お、日本ハムはこの常広投手行ったのは、日本ハム、はい、日本ハムの傾向としてそのドラフトの中でやっぱ目玉というか、うん、そこら辺は一回取りに来るんだよね。
はい、その後に外れ値とかになってくるんだけども、うん、いや苦順がいいからね日本ハム。あんまり外れたの見たことないですね、うんうん、だから常広。じゃあもうこう日本ハムが常広選手行ったら常広選手引きそうですね。そのまま可能性あるよ本当にねえ、はい、さあね12チームドラ1予想出揃いましたけれども、ね、でも外れたからといって、はい、くじでね、うん、まあ、他にもたくさんいるからピッチャー。いやそうなんです、今年本当にドラフト豊富と言われているので、ね、はい、うん、だから外れた場合も考えながら、はい、まあ、それも覚悟で、うん、まあ、競合する可能性は強いよね今年は。そうですよね、うん、例えば桐蔭横浜大学の小蛇投手とかもいますし、はい、アジア大学の日下投手もいますし、はい、あと九州共立大の木村仁投手などもいますし、はい、でもそういったところが例えば2巡目3巡目などに来る可能性っていうのが、まああるよね、十分ありますよね、うん、まあどうなるかな。どうなりますかね。このままだったらびっくりしちゃうけどね。いやちょっといやなあ、なんか年末の有馬記念とか予想してほしいぐらいですか。いや本当だよな、うん、全部当たったら有馬記念やりましょうよ。本当乗っかります。全部私本当に乗っかるかな。いやこれ全部当てたら乗っかる。もうお前100円じゃないダメだよ。ちょっと行きましょう。1万円ぐらいは乗っかりましょうよ、まあうね、はい、いやでいよいよね10月26日がドラフトの日ということで、はい、この YouTube、はい、10月26日、はい、取って出しします。そうだね、もうここで待機をして、はい、ドラフトを見て1巡目の全てが終わったところ、はい、引いたところでもう即それを見て、はい、豊さんがああここ取れたね、ああここダメだったねとか、取れなかったね、でもこの選手ダメだったねって言っても、うん、20外れ1位とか、そう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 です、良かったりだとか、はい、する時あるからね。ありますもんね、はい、あなので10月26日ね、はい、ちょっとその日に取って出しなので、その10月26日当日もぜひこの YouTube の動画ね見てくださいね。チャンネル登録をして、チャンネル登録いいこと言ったね。ぜひそしてグッド、いいねボタンもよろしくお願いします、はい。